コピー対策っていうのはどういうふうに見られてますかそうですね、まああの、まあ、キャラクターデザインに関しては、基本的にはまあ著作権があるものかなっていうところで言うと、まあ、なかなかそこをコピーするっていうところは難しいのかなみたいなふうには思ってはいますね。ただ、まあ、なんていうんでしょう、例えば我々がでえっ、ー、が人気になったタレントさんの同じキャラクターデザインを、なーさんを起用するだったりとか。 まあいろんなあの抜け道みたいなものは存在することは確かっていうところですね。ホロライブさんぐらい有力になってくるとなんかその他国のこういうところに参入したい企業から年俸1億でどうだみたいなスカウトが中の人に行ったりとかそういちょっとそれは僕は把握してないんで何とも言えない,っていうイラストはねもちろん渡せないと思いますけどそういうねも,もし本当に事業機会を感じるんだったらそういうことあってもおかしくないだろうなと思って。ねまあ、結構そうい ちょっと話は違いますけれど、まあ、いろんな国の人からうちの国でやってほしいみたいなこととか、一緒にやりませんかみたいな問い合わせもひっきりなしに来ることは来ますね。うん、そうですね、まあ、何個かあるんですけれど、はい、まあ一つ、実は僕らライブ配信だけではなくて、まあ、グッズの販売も売り上げをあのかなり占めているというところで。ね、そうですね、はい まあとなると、その現地でタレントさんを展開した場合に、やっぱり現地のああのまあ、なんていうか関税だったり、送料がかからない形でのグッズ販売の体制っていうのも、まあ今後しっかり強化していかないと、まあまずいよねみたいなところは、まあ一つありますっていうところですかね。 最近、この辺りというのはフェイクニュースみたいなものがあの非常に出回るようになってきている中で結構、日本で展開されていてこれ、日本人から見たらフェイクニュースだよねって分かるようなものっていうものが海外に翻訳された場合に本当だと信じてしまうみたいなそういったことは結構発生してきているのかなとうう思ってはいましてまあその辺りはかなり注意が必要かなというところですね。 「盆栽だったシルエットス